押す。さあさあさあ、ブロックやるぞブロック。なんかどんどん雑になってきてませんか？気にするな。そうですか。そんなわけで今回もホイホイ口ブロックをやるのだった。今回も恐竜シリーズ、トリケラトプスですね。パッケージからわかる、過去一シンプルな構造。確かに全体的に真っ青。言葉通り真っ青ですね。青いトリケラトプスですか。今回はこのカラーでお届けなのだ。さあさあ作っていくのだ。まずはこれ、定番の頭から。今回は頭からのパターンですね。今回はというべきか、今回もというべきか。恐竜シリーズは今のところティラノサウルス以外は頭から開始ですしね。まあだからなんだって話なんですけども。それもそうなのだ。ちなみに今作ってるのは頭の下部分なのだ。今更ですか。いいタイミング逃してたのだ。まあいきなりどうでもいい話始めましたしね。頭半分組み立て完了。相変わらず組み立て過程の間抜けな姿。なんて哀れな姿なのだ。そんな哀れな姿を変える次の一手がこれだ。頭盛り付けセットですね。額の爪とその周辺を継ぎ足していくのだ。今はちょうどフリルの部分を組み立ててる感じです。このフリル、首のボーボだったり求愛だったり角だったり、未だに謎が多い部分だそうなのだ。どれもそれっぽい説ですね。それにしても靴のパーツに補強が入ってるのが地味にありがたい。端っこだけつける形だと保持力くん心配ですもんね。まず間違いなくポロポロすると思うのだ。その点今回は全体的に安定した作りになってますね。哀れな姿からがっしりした頭へ変身。これがパーフェクトフォルム、カッコ頭ですか。そしてここからは体の組み立てに突入。まあこのトリケラトプスくんの組み立て部位は頭と体しかないんですが、なんとシンプルな構造。直置きでの組み立てですね。頑張って持ち上げて組み立てても余計に手間がかかるだけなのだ。それに配置がずれたらさらに面倒くさそうですもんね。なのだ。おおよそ土台が組み上がったので今度は持ち上げて組み立て。基礎が出来上がればあとはいつも通り重ねていく作業です。どんどん盛り付けていくのだ。そう言ってる間に組み立て終わりそうですね。いつの間に。体その1、組み立て完了です。中身ぽっかりなのだ。まあ見えないところまで埋める必要ないですからね。体その1とくればその次は体その2。さっき組み立てた部分にさらに盛り付けですね。ぽっかり空いた空間を覆うように組み立てていくのだ。言っちゃあれですけどいつもの流れですね。SD 体系もとい、残りの恐竜シリーズも多分同じ流れでしょうね。まあだからなんだって話なんだけど、特に語ることもないのがなかなかの困りどころ。まあ大抵は図面通り重ねて終わりの作業ですから特に言うことないですもんね。なのだ。話は変わるけど、多分このトリケラトプス今のところ一番最速で組み立て進んでるのだ。作ってきた中では構造的に一番簡単な形ですもんね。胴体の盛り付け作業も完了。次に来るのは上の開いた穴に蓋をする作業だと予想します。それは予想しなくてもわかることなのだ。確かに。というわけで上部分を蓋する作業とちょっとした盛り付け作業なのだ。確かに普通に蓋するだけかと思ったら多少盛り付けしてますね。ちなみにそんなに時間はかからなそうだから2倍速なのだ。倍速なしだと微妙に長く、2倍速以上だと絶妙に短い。この感じ。さてさて、盛り付けは終わって蓋をするところに突入。蓋をした上でダメ押しに蓋を重ねるんですね。蓋というよりは漬物石的な感じなのだ。漬物石。これで胴体は出来上がりなのだ。恐竜シリーズでよく見るひっくり返すシーン。サクサクっと仕上げていくのだ。ひっくり返してからやることといえばこれ、足を生やす作業なのだ。まあ間違ってはないですが、
どんどん足を生やしていくのだ。すでに前足2本終わってますけど。いつの間に？いろいろ喋ってる間にサクサク進んでましたよ。そりゃそうか。残り1本の足を作ってくっつけて胴体の出来上がりなのだ。残るは合体のお時間なのだ。とはいうものの胴体と頭をくっつけるだけ。一瞬で終わる作業ですね。ここまでシンプルだといっそすがすがしいのだ。さてそれでは仕上げの合体。なんか気がついたら終わってた感じなのだ。安定してるおかげでサクサク進みましたからね。この調子でどんどん作っていくのだ。あれ？段ボール敷いたのだ。まあ、当面はこれで大丈夫そうですね。